眼科医の平松です。今日は緑内障の人ってなぜ多焦点眼内レンズってあんまりおすすめじゃないんですかってご質問にお答えしようと思います。まあ、いただいた質問はそのままで、なぜ緑内障患者は多焦点レンズで手術を受けられないのってご質問ですね。受けられないわけではないんですね。まずこれ一つ一つお話しましょう。緑内障は視野が欠けてしまう病気で、まあ、放っておくと失明してしまったりするので、まあ、それを止めるために、ま目薬して、眼下げたり。 レーザーザ手術をすするっていうのはこういうお病気です白内障の手術の時汚れたレンズを取って代わりに人工のレンズを入れるんだけどそのレンズが遠くや近くにピントが合うレンズを多焦点レンズ多焦点っていうのは普通のレンズは単焦点っていって焦点ぴったり合うところが1個なんだけどそれが2個とか3個、まあ、今は3個ぐらいが一般的かな3個に合うようになってるわけなのでまあ 遠くや中間や近くが見えるねっていう設計なんです。じゃあなんで多焦点は単焦点に比べて緑内障の人にあまりおすすめでないか。それは単焦点と比べて見える鮮明度がある程度落ちてしまうんですよ。まあ単焦点100点とすると97点とかこんなイメージですみたいな表現してますね。だからまあ3点減るぐらいだから 大したことないっちゃ大したことないんだから多くの人は多焦点でよく見えるようになりましたって言ってくれるんですが例えば緑内障で初期中の初期とかだったらまあね視野が欠けてないからいいわけですよねでちょっと欠けたとしても97になってますみたいになってでその97%っつったらまあそんなじゃないじゃないですかでも一方でじゃあ緑内障で視野が6割欠けて4割になってて その3%さらにかけちゃってたら結構響くじゃないですか。なので、まあ、緑内障が、まあ、ある程度進行している人、または進行しやすい人はちょっとデメリットが大きいよねって、まあ、こんな感じと思っていただけるといいと思います。ただ、その数落ちるのを納得の上でやることは物理的には可能なんですよ。だから、まあ、できますかって聞かれて、 えー、できますって答えるし、今までやったことないですかって聞かれると全然あります。で、今までそれで大きいトラブルになりましたかっていうとならない。なんでかっていうとそれ、ちゃんと患者さんも理解して、で、手術をしているからっていうのが、まあ、一般的と思ってください。まあこんな感じで、まあ、白内障とか、緑内障とか、何らか疑問ありましたらコメント書いてください。また動画いいなと思ったら高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。